さつきさんです。こんにちは、西原さつきです。皆さん知ってると思いますけど、さつきぽんってこと西原さつきさん。そう、今日ね、初めてかのちゃんに誘われて YouTube に来ました。いや、もう来てもらえると思わなかったですよ。結構真面目なテレビとか、うん、講演会とか、なんかそういうのは結構あったんだけど、はいはい、なんかこういうプライベートな感じのものが多分世に出たことって一回もないと思う。うん、そんなイメージ一切ないですよ。一切ないんだ。ない。だってさつきさんが私の YouTube のチャンネルに来るって視聴者さん絶対思わないですよ。青吉、お堅いイメージ、お堅いイメージっていう部分とか、あとは手が届かない存在。なんて背高いからかな。違うよ。とりあえず食べなさい。とりあえず食べよっかな。ローストビーフ丼です、今日は。これカメラで押さえてるのかな、ね、うん、うまさ、うまさ、うまさ、食べよう。うん、あと私はハマルキですね。ハマルキ、ハマルキ、それはハマ、ハルマキじゃないの。そうです。いただきます。いただきます。桐崎英二さん好きなんですか。桐崎英二すごい好き。すごい意外ですよ。これ編集してくれることを。うん、頑張る。編集してくれることを。ダダ流しだったらどうします。マヌケですよね。なんか、桐崎英二さんね、すっごい好き。意外ですよね。そうなんだ。なんだろう、その世間が見る、その西原さつき、まあさつきぽんは、うん、まあ講演会とか、うん、今はそういうトランスジェンダーとかの、うん、まあ中心的な人物っていうイメージが私でさえ持ってるぐらいなんで、うん、皆さんそうだと思うから、こういうフランクっていうかゆるゆるほのぼのしたのは、うん、新鮮だと思いますけどね。仕事はちゃんとしようと思って、うん、すごいちゃんとやってるんだけど、うんうんうん、その分プライベートが結構、まあいいんじゃないですか、その分強弱ついて。常にスイッチ入ればんしょ疲れちゃいますもんね。スイッチ入ってるなんて私の生活の中の2割ぐらいだよ。あ、2割ぐらいは多分ハイブリッド。ハイブリッド、ハイブリッドサツキっていう名前どうですか。